さんこんにちは。前回は14世紀の時代と鎧について説明しました。今回は15世紀の時代と鎧の解説です。全身を覆う鎧が誕生し、騎士という立場が衰退していった時代の話です。1440年頃、フランス王シャルル7世が徴兵徴税をすることで、規律や装備給与が規格化された 現代の軍人に近い勅令隊が設立されました。この強力な部隊を背景に、100年戦争後のフランスはイタリアへの侵攻を開始します。軍の新兵募集や構造に変化が起きました。例えばイタリアでも外国人傭兵が国の主力となりました。当時のイタリアに乱立していた小規模な商業国家にとって、傭兵の利用が最も効率が良い方法だったため、この時代は初めて永続的な軍が出現しました。大規模なペストといった飢餓や疫病によって人口が減少し、社会の不安定と地域的騒乱が出来上がっていきました。都市や農村での民衆暴動や宗派的抗争が頻発しました。また火薬を導入した兵器も登場し、包囲網の攻撃用に開発されたカノン砲は要塞の建築方法を変えるほどの影響を与えました。鎧に関しては騎士の甲冑を貫通する強力な武器が誕生し、火器の登場を含め騎士の衰退の大きい要因となっていきました。白兵武器のハルバートは騎士の馬から引きずり下ろしていきました。さらに長い槍の槍ぶすまも騎士の突進を阻止する武器として活躍されました。しかし甲冑を作る職人のレベルが非常に高く、名工と呼ばれる職人が海外に進出するようになってきました。プレートアーマーは14世紀になって板金の使用がますます盛んになると同時に、職人も現れになってきたところで、バシネットも15世紀初めの頃には板金製となり、さらに丸まった形になってきました。重要箇所であるクルミの周辺には板金が二重になり、この2個のような発展型をグレートバシネットと呼ばれていました。ミラノ式甲冑、ゴシック式甲冑。15世紀後半にはイタリアのミラノで誕生したミラノ式甲冑とドイツで誕生したゴシック様式があります。基本構造はどちらも似ていますが、見た目の印象は大きく異なります。特にゴシックは装飾や模様が施されていきました。こうした鎧は完全のオーダーメイドであることから非常に高価で、身につけられるのは上流階級に位置する貴族、騎士のみでありました。一種のステータスシンボルでもありました。しかしその後に兵器が技術の発展とによって厚みを減らして軽量化したプレートアーマーでは耐えられないことが発生し、やがて騎士そのものも時代遅れとなってしまいました。今回はここまでです。次回は騎士と鎧が完全に衰退した16世紀からの鎧と時代についての解説です。この動画が良かったらチャンネル登録もしくはいいねよろしくお願いします。